はい、こんにちは、速稼塾の久保です。私が先ほど上げた動画にですね、ついたコメントが非常にね、私の胸を打ったというか、本当その通りだなって思うことだったんで、今回ね、このコメントを掲載させていただいてね、で、私も思いを新たにしたところがありますので、ちょっと話していこうかと思います。今回はですね、タイガさんという方が書いてくださって、今回もコメントありがとうございます。まあ、こんばんはという書き下りから始まるんですけども、このじいさんのサムネイル画像を見るだけでムカついて仕方がないっていうことなんで、私の選んだ画像がちょっとね、気分を害したようで申し訳なかったなと思いますけども、麻生財務大臣ね、私ね、この感情論で言わせていただきますがって書いてますけども、まさに私も同じ気持ちなんですよ。このね、麻生太郎さん個人には恨みはありませんけども、麻生太郎、ね、財政金融担当大臣なのかね、財務省大臣なのかね、副総理なのか知らないですけども、もうこういうね、終わった人がね、この地位にいることが、はっきり言ってね、腹立たしいと。はっきり言ってね、器じゃないんですよね。このじいさんはさっさと消えてほしいです。本当その通りなんですよ。しつこいですよね。憎まれじいさん世にはばかるっていう感じだと思いますけども、この10年先生きてるかどうかもわからない人間にこの国の将来と本気で考えてるわけがない。将来の借金になる。未来の子供らの負債になる。はっきり言ってね、麻生さんが財務大臣でいることが将来の借金であり、子供らの負債ですよ。で、将来に借金が残るのは誰のせいだって。財務省の大臣が仕切りが悪いからに決まってるじゃないですか。子供らの負債になる。それ財務大臣の仕切りが悪いからじゃないですか。国民はしっかりと蓄財して10万のね、うなぎ丼なんか食わずにつつましくやってるわけですよ。誰が無駄遣いをしてるんだと。誰が財政の紐を、手綱を握ってるんだってことをよくよく考えて、国民のせいでなるみたいな言い方はいい加減ね、してほしくないですよね。そういうね、書いてあるんですよ。あんたらじじいどもが利権のためだけにやってきた商業が今になって大変になってきてるんだろうかって、本当その通りで、最近も麻生財務大臣ね、国民の貯金があるのは良くないって言ってるわけですよ。ふざけんなと。お前の貯金が一番良くないわって感じですよね。どっから物を言ってるんでしょうね。もう本当になんかね、もう頭いっちゃってるっていうか、人を怒らせるために存在してるのかなと思っちゃいますよね。麻生財務大臣のお身内の方とかね、聞いていらっしゃったら、恥じてくださいよ、こういう人が身内にいるの、ね、で早く麻生太郎さんと、もうそろそろやめてよ仕事って言わないといけないところだと思いますよ。だからね、公共のためとか未来の日本のためとかって語るんだったら、あなたがその立場にいることが最も国のためにも未来の子供たちのためにも孫のためにもならないってことをね、本当その言葉そのまんまね、自分に向かってるんだと思っていただければと思いますよ。まるでね、私たち国民が生きるために国からの財政支援をお願いすることがいけないみたいな、そんな言い方になってるじゃないですか。じゃあ国民を守るのは誰なんですか？他国民ですか？違うでしょ？日本という国に住んでいる全ての国民を守るのは、私たちが選んだ国会議員をはじめとする政府の人たちじゃないですか？で、そういう人たちがね、まるでね、自分たちの温かいところから、高いところから溺れそうになってる私たちに対して、浮き輪も投げずに、次女だとかね、共助だとか言ってるわけですよ。もう何なんだよと思いますよね。次、ロスジェネを作り、なおかつ、その下の世代にも同じ運命をたどらして、そして今回ニューロスジェネ、ね。ひどい話ですよね。ロスジェネ世代でももうコリゴリですよ。今ね、40代とか50代の人を中心としてロスジェネっていう世代がいますけども、私たちも、すごくね、夢と希望を持ってこの社会に出ていこうと思ってね、18歳22歳あのあたりで社会の門をくぐろうとしたわけですよ。しかしですね、2人に1人は就職できない、要するに収入が断たれた状態でスタートを迎えたわけですよね。で、その後復活のチャンスがあるかと思えばないと、その後の支援も何もないと。私たちはとにかくね、爪に火を灯す思いで、いつかは一発逆転してやるぞと、自己責任だっていう言葉ももしかしたら私たちはね、本気にしてたのかもしれないと。でもどこまで自己責任だと。自己責任を全うするための地盤を誰が作ってないんだと。自己責任、そのまさにね、その言葉は、まあ安倍政権、そうですけどもね、小泉政権のところからも始まってるのかもしれませんけども、そういった政権与党を作った人にこそ自己責任って言葉を重く受け止めていただきたいですよね。
今日本がこういう姿になってしまったのは一体誰のせいなんだってことなんですよ。尖閣諸島をはじめね、もうこんな国家許されるわけがないって本当ですよ、うん、天皇陛下の、ね、一括をねお願いしたいところですよ。総理にしても麻生にしても10年先なんか死んでるかもしれない人が将来とか、うん、将来がとかそんなこと考えてるわけないですよ。いや本当に将来のこと考えてるんだったら早くやめろって話ですよね。まさにねその年齢で先のことを考えてることが先のためになってないわけですよ。それこそねこれから30年後とか50年後のこの日本という国に生きる10代20代の人の声にこそ耳を傾けるべきだと思いますし、そして社会に出るその出っ放でね政策の失敗により全てをくじかれた全てを打ち砕かれた私たちロスジェネ世代の声をしっかりとね耳を傾けろってんだってことですよね。今をどう有意義に余生を送ろうかと考えて自分のところに落ちる金しか考えていない、これは麻生財務大臣あなたのことですよ。こんなこと言われちゃってね、でもその通りですからね。国民には給付金ではなく借金をさせる、どこの世界にね自国民に借金を進める国家があるんだって話ですよ。金を借りてくださいって言ってるわけでしょ。無利子無担保、うん、それはね確かに無利子無担保はありがたいですよ。ただねここでね金を借りろって話じゃないでしょ、うん、そして早くて1年後遅くても数年後には消費税をさらに上げる、これね 15% とか 20% って話でしょ、うん、まあそういう風になるんだなと思って半分覚悟みたいなのが生まれちゃうから不思議なんですけどね。徹底的に反対しないといけないですよね。だから令和新選組ぐらいですよ今まともに消費税に対して向かい風を吹かしてるのは、消費税はいらないんだって言ってるのは、いや正論だと思いますよ。消費税なんて余計な税制で全く意味がないですよこんなの。国民には金を取るだけ取って自らはその金で好き放題する、腹立ちますね。そう、そういう絵柄しか見えてこない。団塊世代やあの老人どもの世代は美味しい思いをしていたと思うと。ところがですね60歳以上の、まあ、いわゆるね高齢者の部類に入るのかな、ちょっと年齢がいった方、中高年の方だと思いますけども、貯蓄が100万以下の人っていうのが 10% いるんですよ。バブルの時代があって高度経済成長を体験してきたその人たちも決してね豊かではないんですよ。だって今下流老人とか老後破産なんて言葉、今まさに老後を迎えている人の減少を捉えてるわけですよ。オイルショックっていうシリーズもありましたよね。年を取ってみたら何かいいことがあるのかな、一息つけるのかなと思ったら、いまだにどっかでね働かないと年金だけじゃやっていけないみたいな、そんな老人世代がたくさん生まれてるんですよね。これは国策の失敗でしょう。国の言う通りにつつましく生きてきたら老後はとんでもない地獄を見させられたって話ですよね。はい、記事に戻ります、コメント戻ります。それが時代だから仕方がないじゃないかなっていうならそうでしょう。でもロスジェネより下の人間はいい思いなんてしていないと思う。そうなんですよ、何一ついいことがないと、それを押し付けられていてぬくぬくとしてるのはそういった人たちから搾取している今のね政権よと。総務省の問題もねひどいですよ。何なんですかね、何一つ良いことがなく我慢我慢の人生でやってると思う。うまくやっている人よりとも思うし、運もあると思うけど大抵の人は、我慢に虐げられた人生なんだなと思いますね。そうさせたのはあのじいさんどもではないだろうか。麻生財務大臣一人が悪い、私はそう思います。そのじいさんらが将来がどうかと未来の人がどうかとどの口が言ってるんだって。本当にね繰り返しますけども、麻生財務大臣がその立場にいることが将来のためになってないってこと分かんないですかね。うん、まあ間違ってる見解もありますが、私もね間違ってる見解だらけだったかもしれません。私自身も我慢だけの人生でした。うん、家族がいるという良いことはありますが、この家族を守っていけるだけのお金というものは満足いってる額はもらってません。コロナになる前から地獄ですということでね書いていただきました、ありがとうございます。私もね本当にねその通りだみたいな感じで、このコメントを書いてくださったタイガさんとなんか今ね居酒屋でね酒飲んでる気持ちですよ。うん、まあこんなことでね憂さ晴らししちゃいけないんですけどもね、この怒りをせめて私は YouTube を通じて、確率はゼロに近いかもしれませんけども、麻生財務大臣に向けてお話ししたつもりです。じゃあ今回は以上です。またコメントを書いてくださいね、ありがとうございます。